芸人の長野が25日、TBS ラジオ、パンサー向かいのシャープフラットに出演。22日に放送されたフジテレビ、サンマのお笑い工場委員会の騒動について語った。写真、思わず二度見の衝撃シーン、ブチ切れ陣内に髪をつかまれ引き倒される長野。工場委員会では長野が先輩芸人の陣内智則を、微丹さん、お利口なさると酷評。最初はいじられても笑っていた陣内が、 突然、お前。芝居たろか。と立ち上がって長野を追いかけ回し、髪をつかんで引き倒す騒ぎとなっていた。陣内の切れっぷりが話題となったオンエアを、怖くて見られていないという長野。オンエアを見て、痺れ切っちゃったというパンサーの向井聡から、長野さんはなんであんなことをしてしまったんだろうと意外だったと指摘されると、長野はそうなんですよ。と、勢いよく食いついた。 工場委員会での立ち振る舞いに関してはそういうことじゃないですか。クレーマーとして出る役割というとあれですけど、なんか盛り上がりを求めちゃってと説明、陣内を酷評するという役割を果たしながらも、良かったね、とか言ってもらえたし、アドレナリンも出ているんですけど、暗い気持ちにしかならなくて、あの後、とも語った。